おはようございます。ニュースイッチ編集部のコンです鈴木ですこの番組は日刊工業新聞社のニュースサイトニュースイッチがテクノロジーや経済産業のニュースをもっと身近に感じてもらうために配信しています本日第155回目の放送です毎週火曜日は今週話題になった記事トップ3のコーナーとランキング外だけど気になる記事を配信しますそれでは本日もよろしくお願いします はじめは今週話題になった記事トップ3のコーナーです。ニュースイッチでよく読まれた記事3本を要約して紹介します。3位は観光列車の話題です。近鉄が旅行新商品、観光特急シマカゼで豪華旅の中身。近畿日本鉄道は大阪、京都、名古屋から三重県の伊勢島への豪華旅のオーダーメイド旅行商品を発売しました。 各地と伊勢島を近鉄の観光特急島風で往復でき、高級旅館・ホテルの最高ランクの客室で最長6泊できます。部屋での調理やチャータークルージングなどのオリジナルサービスもあります。料金は大人2人の1泊2日で28万9千円からで、旅行期間は11月6日から2023年3月31日までです。 2位は、水不足に対応した船舶のニュースです。商船三井が事業化へ、海水淡水化専用船の仕組み商船三井は、ノルウェーのエンバイロノールと海水淡水化専用船の協業検討に関する覚書を締結しました。水問題に対する解決策の提案として、専用船の建造や事業化を検討します。海水淡水化専用船は、 船舶に水以外を投下しない逆浸透膜を利用した海水淡水化装置を搭載し、海水から飲料水を製造して陸上に供給します。陸上の淡水化プラントと違って、土地の取得を必要としない上、中古船を改造しても活用できるため、短納期で稼働できる特徴があります。1位は電子部品業界の話題です。スマホ失速で明暗 村田製作所など電子部品発射の業績の全容部品大手発車の業績が明暗を分けています中国・上海のロックダウン終了後自動車向けの需要が緩やかに回復し車載用比率が高い会社ほど円安の恩恵を受けました例えば TDK やアルプスアルパイン・オムロンは2023年3月期の連結営業利益予想を引き上げました 一方、スマートフォンなど民生機器の需要は失速。民生機器比率が高い村田製作所は、23年3月期の連結営業利益見通しを過方修正しました。民生機器の底入れは、早くて23年4月から9月期との見方が市場で広がっています。回復時期次第で踏み込んだ生産調整が必要になりそうということです。 ここからはランキンキグ外だけど気になる記事のコーナーナです。毎週の放送で3本配信している今週話題になった記事はニュースイッチの記事 PV ランキングをもとに作成しています。それ以外に惜しくもランク外となっているけれど編集部が気になった記事を選びご紹介します。ポーラなどが視覚障害者に活躍の場、化粧品、感触作りで感能評価試験、 オーラ化成工業と NTT クラリティは視覚障害者が化粧品の感触づくりに携われる官能評価試験を確立した障害者のための評価の手法と必要なサポートを整備実際に評価できることと試験がスムーズに行えることを確認した障害者の持つ力を生かす機会の拡大につなげる視覚障害者が試験方法を検証し試験での障害を 精査しして評価方法などを整備した障害者の女性が36人参加して官能評価試験を実施化粧品ごとの感触の差を評価できることを確認したさらに視覚障害者が請願者とは異なる評価傾向を有することも分かった視覚に影響されずに評価できる点や感触に対する注意の払い方の違いによる可能性があるという。 新しい切り口による有用な発見や研究の糸口につながるということです色や見え方を重視するイメージのあった化粧品作りに感触が欠かせないというのも少し驚きました、えっと、化粧品そのものだけではなくてパッケージの質感や使いやすさなども製品購入のファクターになり得るのでそういった場面でもぜひテストを生かしてほしいなと思っていますまたあの今回は化粧品の感触作りという事例でしたが この評価方法とサポートは、他の製品開発にも横展開が期待できそうです。ニュースイッチでは毎週100本近い記事を配信していますので、こんな記事もあるんだなと少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。 はい、エンディングです。本日は化粧品の感触に関する記事を取り上げましたけれど、と、はい、鈴木さんは化粧品の感触って気にしたことありましたかいや気にしたことなかったんで、初めての視点でしたね。ねなんかこう無意識に、もしかしたらこう感触がいい方を選んでるとかあるのかな、はい、みたいなくらいですけど。まあ、化粧水とかだったら、その… 水っぽいさっぱりしてるとかうん、うん、ちょっと重ためのしっとりしてるみたいなのは気にしたことはあるんですけど、はい、またなんか,アイシャドウとかファンンデーショとととかかだと変わってくるのかなとうん、うん、確かに個人的にはあのつける前の感触なのかつけた後にこうサラサラしてるのかとかちょっとしっとりしてるのかとかその差も気になるので。 どちらの感触なのかなっていうのも気になりました、はいはい、本日もお聞きいただきありがとうございました次回は11月10日木曜日朝7時から配信します記事の深掘りコーナーでは作れば儲かるフィット終焉新たな再エネ普及策「フィップの効果の行方につきまして第二産業部の松木記者に聞きますニュースイッチの YouTube チャンネルではボイシー放送日の0時から先行して配信しています こちらは字幕付きでの配信となっていますのでぜひご覧くださいまたニュースイッチの t のツイッターでは本日取り上げた記事を紹介していきますのでフォローやいいねなどお待ちしております感想や聞いてみたい内容があればニュースイッチまでお送りくださいでは次回もお楽しみに